G7 広島サミット初日の今日、岸田総理大臣は G7 各国の首脳と平和公園を訪れ、核兵器のない世界という理想を共有する貴重な機会としたい考えです。現場から中継でお伝えします。平和公園がこちらの橋をずっと渡った右手にあるのですが、このように強く雨が降る中、すでに厳重な警備体制が敷かれています。岸田総理はこの後午前10時過ぎに G7 各国の首脳を平和公園で出迎え、その後原爆資料館などを巡ります。平和記念公園から世界に向けてこの G7 の平和へのコミットメント、これを力強く発信していきたいと。安全保障、ウクライナへの侵攻をめぐり、ロシアが核兵器の使用を示唆する中、岸田総理は G7 各国の首脳とともに地元でもあるここ被爆地広島から核兵器のない世界の実現に向けた各国の機運を高め、いかに実効性のあるメッセージを打ち出せるかが注目されます。以上、中継でお伝えしました。